はい、どうも、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、今また平常休息来てるんですけど、ちょっとね、今日はバイクの、案件です。これはね、前僕が、このバイクにね、ドライブレコーダーをつけたっていうね、ご紹介動画あげたんですけど、まあそんなことをしてたら、メーカーさんの方からね、ちょっとレビュー依頼が来ました。こちらの方になります。ね。これ、新製品でどういったものかっていうと、僕の今の、このバイクのね、ドライブレコーダーっていうのは前と後ろ、2箇所ついてます、ね。で電源も一応なんていうんですかね、バッテリーから今引いてるんですけど、 USB のバッテリーからでも、電力でも動くくらいの電力です。そういう使い方もできます。ただまあメーカーの方でね、USB のそのモバイルバッテリーから取るやつはテスト用みたいなケーブルがね、ついてたんですけど、一応動作はしました。まあ動くのは動くんじゃないですかね。安定動作はちょっとしないかもしれないけど。で、GPS のユニットだけは別売りです。ね。で、モニターが、ステイみたいな、簡単なステイみたいなのがついてましたけど、取り付けるのは僕は、自分で 3D プリンターで作ったやつで、なんてステイみたいなのを作って、取り付けをしてます。だからちょっとめんどくさい。ね、めんどくさいです。で、今回ね、こちらの方ご紹介の、レビュー以来ね、いただいた分っていうのは、もっとね、簡易的な分です。まあ今言ったようにモバイルバッテリー、ね、これで動作もできます。ね。で、とりあえず商品ね、紹介をしていきましょう。まずね、入ってるのが本体。まあ、こういう風なね、やつになってます。ね、まあ、こういう六角でね、埋めていって、まあ、ハンドルとか何かこうね、何ですか、棒状のもののとこにこう、締め付けて固定するっていうタイプの分になってます。で、カメラ、ね、このタイプの、今回ね、ご紹介で送ってもらった分は、シングルカメラの分です。ね。ただね、この同じようなタイプの分で2カメの分もあるみたいなんで、それはちょっと値段は張ると思うんですけどね、2カメの分もあります。一応メーカーサイトには載ってました。で、あとは電源のケーブルとか、そんなんがついてますね。で、ここにね、スマートフォンをこう挟み込むタイプの、取り付け方法になってます。で、さらにこれの場合は GPS が内蔵してます。なので、別途買う必要はありません。ね。だから取り付けがすごい簡単ですよね。で、給電も USB からできるので、自転車とかでもモバイルバッテリーから給電をすることもできますし、僕みたいなバイクの場合ね、もう USB の、電源取る用の分をね、もうつけちゃってるんで、そこから電源を取ることもできます。ね。そういった、タイプの、分になります。あと入ってるのが、これもありましたけどね、リモコンです。録画、緊急録画とかね、基本的にはずっと録画してるん、ですけど、緊急的にね、なんかあった時に、なんていうかな、その動画ファイルをロックするためのボタンみたいな感じのもの、ね、録画ボタン。あんまり使わないですよね、僕も実際使ってて。ちょっと下向けましょうか。で、これがね、USB の、給電ケーブル、USB と、これがカメラの方に接続するプラグになってます。で、これがカメラね。また、後でね、今僕がつけてるカメラ、同じメーカーの分なんで、画質にどこまで差が出るかちょっとわからないんですけど、一応比較はしてみたいなと思います。カメラ、ちょっと出すと大変だから、カメラ一式ね。で、あとカメラ取り付け用のステイみたいなのが入ってます。で、これもイメージセンサーね、ソニーのイメージセンサー使ってるんで、僕の今つけてるやつも同じなんですけど、多分、同じような画質にはなると思います。こっちの方が新しいから、あれかな、ちょっといいのかな、ちょっとそこら辺、センサーの型番まではちょっと見てなかったですけど。で、あと GPS のユニット、これも、内蔵してるわけじゃないですね。だから別途、こんな感じで、GPS がついてますね。僕内蔵してるもんやと思ってます。
あと入ってるのは、締め付け用のこういう風な、なんていうの、結束バンドと、あと取り付けの六角。だから一応僕ね、ベッド六角セットも持ってきましたけど、多分これだけでつくと思います。問題ないと思います。はい、じゃあ、とりあえずつけてみましょう。はい、お待たせしました。とりあえず、まあ本体ね、本体をつけていこうと思います。これは入ってた六角ね、こちらの方に入ってた六角で問題ないと思うので、これでつけていきましょう。今ついてるのはこれね、こんな日よけみたいなのとか自分でつけたんですけど、で僕のバイクの場合はこういう風な、あのこれももともとついてたやつじゃなくて後でね、つけてます。なんかこう USB のやつとかいろいろね、つけれるかなと思ってつけてるんですけど、そういうのをつけてます。なんかやってんのかな。とりあえずね、まあつけましたね、本体ですね。だからスマホをこういう風に、ここを緩めてつけるんですけど、これね、ここが回転するのかな。あ、するわ。だからとりあえずこうつけてこう向きでいいかなね。だからモニターがこれになるんでね。まあでもあのずっとまあスマホでね、見てるわけじゃないと思うので、まあ、あ、間違えた、締め付けてた、いつの間にか。まあとりあえずスマホホルダーがいらないで、これで一体型でいけるっていう感じですよね。あと時々まああの映像確認したかったらスマホで確認すればいいっていうね。このくらい緩めたらいけるかな。はい、で僕はあの、なんやこれ、 iPhone の、何 11? XS Max かね。だんだん分からなくなってきてるなね。あのケースつけてます。ケースね。なのでちょっと厚みがあっても、XS Max ケースあの、つけてて、あのちょうどいいくらいです。まあ取り付けは結構しっかりガチッとつきます。はい、じゃ あ, あのケーブルね、ちょっとつないでいこうと思います。はい、ね、とりあえずこれカメラのユニットね。一応これついてなかったんですよ、あの僕前買った2つのやつはね。今回はこれ多分あの簡易的に自転車とかに取り付けたりするのもあるからね、こういうのがついてるんだと思います。はい、ちょっとねやっぱり持ち運んだりすることが多いとこういうのが、でもちょっと緩いかな。まあまあこんなもんか。うん、
で、カメラのステーが、また六角で付けるタイプね。ネジ落としそうやな。はい、一応ね、これがあれかな、これでこうやって挟み込んで、やるだけですね。であと両面テープついてるんですけど、ここネジね、ネジで本体にこう締め付ける。まあこんなことしないよね多分ね。一応、ネジも木ネジみたいなやつが入ってます。とりあえずカメラをね挟み込もうと思います。はい、でね、あのこの矢印ね、これが上のはずなんですよ。だからここだけちょっと注意してねやってください。はい、とりあえずね今カメラ、後でちょっとまた見てもらいますけどカメラはつけました。でこれ電源ケーブルね、今回、まあ、これ USB ね、 USB から給電してっていう形の分なんで、僕の場合はちょっとこれ今見えなくなっちゃったな。ここにねスマホ用の、スマホとかの充電用の USB の、電源のソケットが、あのデイトナのやつね、つけた分があるので、ここから、とりあえず電源は供給しようと思います。これをね赤いやつにこうつけて、であとこの青いやつね、これをねつける、まあ、一応今はカメラ GPS 電源ねつけました。でこの青いのはね、このさっき言ってた録画スイッチね、緊急録画スイッチの分なんで、今回もこれつけずに行こうと思います。まあつけても多分使わないし、本当にね、設置する場合だったらつけたらいいと思うんですけど、今回はなしでいこうと思います。ちなみにね、これ見えるかな？ここに、今、つけてる分はね、2カメの分はここにつけてます。ね、はい。じゃあ、ちょっとカメラを取り外して、実際ね、どんな風になってるか見てもらおうと思います。はい、こんな感じになりました。とりあえずさっき見てもらった通りスマートフォンですね、ここについてて USB のね、電源はここから取ってますね。だからこれが自転車の場合はモバイルバッテリーとかでも全然 OK ということみたいなんで、一回ね家で試してみたらねちゃんと動きましたね。はい。でこれカメラのケーブルがここ来て、一応ねちょっとこれだけ取りますけど、結束バンドね、一応ウインカーの上につけてみました。ちなみに今ついてるやつのねフロントカメラはここについてます。だからちょっと映像ね、見た感じが若干違うかもしれませんけど、まあまあ画質ね、確認ということでやってもらったらいいと思います。で GPS のユニットも一応ここに、簡易付けね、こう結束バンドでしました。だからなんていうかな、バイクとか乗ったりとか自転車乗ったりで、まあこれをね、動かす、取り付けたり取り外したりする場合だと、こういう結束バンドでね簡易的に、止めればまあ問題ないのかなと思います。
まあ、ちなみに今のやつはねこんな感じで、あのここにモニターがついててね、モニターがついてて、GPS ついてて、でフロントカメラとリアカメラね、リアカメラも、あります。このね、ここにつきますね、はい、という感じですね。じゃあとりあえず一回電源入れてみましょうかね。よ、今のウェルカムって言ったのはあれですね、あの新しいやつですね。あ、そうか、これで入れてもちょっと分かんないな、ちょっとごめんなさい、ちょっと段取りだけさっきやります。ではちょっとお待ちください。はい、どうも。一個忘れてました。ここへね、そう、本体のね、ここに見えるかな、ちょっとなんかカメラの液晶ではちょっと見にくいですけど、ここに USB 入れるところがあるんで、ここにね、入れてあげます。あ、 USB じゃない、あのメモリーカードね、こっち向きかな、反対か、うん、よいしょ。で、ゴムのね、このパッキンっていうか蓋をしておきます。はい、こんな感じね。で、スマホの方なんですけど、これ見えるかな、見える、あのちょっと明るい、あのこの元 DVA4S、 この、製品が A4S ってやつなんで、 Wi-Fi でこれをね、接続、まあ製品の電源を入れた後に接続をしてあげて、で、あの専用のねアプリ、どこだ、バイクので、このやつね、 Wi-Fi カメラ、まあ、これもあの概要欄にリンク貼っときますけど、これを接続してあげると、あのちょっと待ってくれ、こういうふうな、こういうふうなね、画面になるので、これでプレビューっていうのをやってあげると、こういうふうに映りますね。はいはい、一応これプレビューやったら今の画面がこう出てくるんですけど、このカメラの設定ね、設定はここの設定によって、ちょっと横向いてるから見にくいけど、これで見やすいかな、うん、まあこんな感じで、メニュー項目ね、ちょっと周りが明るくて画面見にくい、うん、まあこんな感じでできます。まあ、SD カードのフォーマットしとこうか。フォーマットしといて。で、あと、循環録画タイム。これが、5分くらいでいいかな。あ、今、録画も、録画中になっちゃってるから、電源入れたら勝手にね。まあ、今は3分になってますけど、これを5分。1分から5分までね。オフにしちゃうとね、多分ね、上書き録画できないんですよ。だから、循環録画にならない。かもわかんないです。僕の今つけてる2カメの分がそうなんでね。まあだから循環5分くらいで、ただあのワンファイル5分でね作ってくれるんでいいと思います。今デフォルトは3分になってますね。音声録音するかどうかとか、まあそういった、まあ音声はあまりね、期待したらいけないと思います。まあどっちしろバイクとか自転車とかにつけるんで、まあそこまでね綺麗な音を望んでる人はあんまいてないと思うんですけど、はい。まあどのくらい違うのかね、また実際撮った後のやつをね、見てもらったらいいと思います。まあとりあえずこんな感じかな。まあこれでプレビューかけてこうやって見るのも、まあ取り付けた時に確認するくらいじゃないのかなね、こうやって確認、こうやってね、まあ実際はこれ録画停止することになると思うね、記録と写真でありますよね。はい、まあとりあえず着いたんで、今からねちょっとご飯食べに行こうと思うので、そこまでのね、行く道中の、とりあえず映像をね見ていただけたらと思います。ではでは。
はい、ということで、いかがでしたでしょうか。まああのすいません、ちょっとね今撮った動画ね、どうかなと思って見てたんですけど、ごめんなさい、これねメーカーさんの方で一応これカメラのとこね、カメラのところピントが、うん、カメラのとこね、こういう風に矢印がついてるんですけど、これが一応上になるようにということのはずなんですけど、若干ね、ずれてるここが真上じゃダメだったので、皆さんね、捉えるときは設置するときにね一応確認をね、してもらった方がいいですね。上の上上の位置をね、真上を、まあ、僕も今回平常旧跡のところが で設置をね、とりあえずして、まあ、そこから始めたんですけど、まあ、スマホをね、もうご覧いただいた通りつけ、この本体のところにつけてたんで、まあ、バイク自体ねこう、サイドスタンド立ててこう斜めになってたんで、ちょっとね僕も分かりにくくて気づかなかったんですよ。もうまっすぐなってるもんだと思ってね、撮っちゃってて、まあそれがね、ちょっと問題だったなと思いましたね。であとまあこれの値段がね、まあ最初のタイトルのところにも出てると思うんですけど、まあAmazon でね今現在が9999円っていうことで、ただ、1100円の、クーポンがもうAmazon表示したらね今の時点でもついてるんで、まあ実質要するにまあ1万円くらいのものがまあ9000円くらいで買えるということに、なります。なのでまあワンカメで撮るんだったらこれすごくいい商品じゃないかなと思います。GPS がね、標準でついてるっていうことがまあポイントですかね。僕が2カメで買ったやつね、最初つけたドライブレコーダーバイク用のねやつはこの GPS が別売りだったんで、まあ、これなんぼしたかな、まあ、ちょっと値段しますよ。だから、まあ、追加で買わなくていいっていうのと、であとまあ最低限の機能が全部、まあ、入っちゃってるっていうのでね、でしかもモバイルバッテリーでも動くんで、まあ、自転車とか、まあ、いろんなものに、まあ、つけれるっていうことですよね。まあ、そこら辺がいいんじゃないかなと思います。まあ、本体も一応防水が効いてるということで、ただ、まあ、あくまでもこう、なんていうかな、まあ、これ生活防水とかなんかそのくらいのレベル、だったと思うので、まあ、あんまりびちゃびちゃに濡れるのは良くない。まあ、でも、普通にバイクで走ってる分には大丈夫じゃないかな。一応、まあ、そういう用のね、やつなんで。はい。あとはね、あ、そうそう、今ね僕もちらっと見ただけなんで、あれなんですけど、僕のもともとついてる2カメの分ね、2カメの分と今回買ったこのね、型番がね A4S だったかな、A4S ね、っていう型番の分なんですけど、こっちの方がねなんか若干ねオレンジがかった色に、色味がなってたような、気がしました。まあ今からね、また編集していくんで、ちょっと、まあ実際僕も動画ね、パッとしか見てないんであれなんですけど、色目はね、ちょっと違いが出たかなと思います。で、画質がね、画質はほぼほぼ同じじゃないかなという感じはしました。で、通勤ね、通勤の時の、夜の映像を、さっきね、続けて見てもらったと思うんですけど、僕も今ね、画質っていうか画面確認してみたんですけど、まあ、斜め向いてるのはまあ、これも仕方ないとして、明るさとかね、暗いところでの明るさなんかは、大体同じような感じだったんじゃないかなと思います。まあ、僕からしてみたら、十分な明るさはね、撮れて、で、明るさで撮れてるのかなというふうに思いました。まあ、実際はね、もう、なんていうか、実際撮ったね、さっき見てもらった画像をよくよく比較してね、見ていただいて、まあ、買おうかなっていう方はね、それ見て、検討してみてください。で、あと、まあ、これも前ね、
ね、前ね、前のドライブレコーダーでも紹介したんですけど、パソコン用の、再生ソフトがね、あります。ね、ちょっとこれ。実際ね、実際のところは、もう、なんていうか、ね、ちょっと待ってくださいね。iDrive かな。ソフトの、ダウンロード先のリンクも、概要欄に付けときますんで、それを参考にしてもらったらいいかなと思います。一応、まあ、これワンカメなんでね、今ちょっとこっちしか出てないですけど、こうやったらダブルクリックしたら、拡大ができます。で、こっちの方に地図がね、出ますんで、こっちの方にね。これも変えれるのかな？ちょっとこのソフト自体、これワンカメ、まあ、あくまでも2カメ用のソフトなんで、あれなんですけど、まあ、GPS でね、こう場所もちゃんとわかるというようなソフトがあります。まあ、これはまあ、実際こう、なんていうか、触ってもらった方がわかりやすいと思うんで、まあ、でも、買ってないとね、意味ないかもわかんないですけど、まあ、ダウンロードはね、できますから、まあ、概要欄の方からね、もし気になったらダウンロードして、ちょっと、触ってみてもらったらいいと思います。まあ、触ってみるって言っても何もできないと思いますね、大体ね。はい。ということで、とりあえず今のソフトでも、まあ、2カメあれば前後ね、同時の画面が再生できるんですけど、まあ、1カメなんで、自分がどこ走ってるかっていうのと、GPS の情報と一緒に、地図と一緒に映像を見たいっていう場合しかね、まあ、逆に使わないですよね。まあ、でも GPS せっかくついてるんでね。あとはスマホね。まあ、基本的にはスマホで Wi-Fi 通じて、まあ、映像をね、確認するとかいう形になると思うんですけど、こちらのはね、まあ、若干遅延がね、出てたような感じはします。平常旧跡のところでやってたんで、そんなにね、変な Wi-Fi の電波とか干渉するような電波、まあ、僕がいろんな電子機器持ってるっていう、のも影響してるかもわからないですけど、まあこの今撮ってるカメラもそうですけど、まあそういうのが干渉してた可能性はありますけど、若干ちょっと映像が乱れたりとか遅延が出たりはしてました。スマホの方で見るとね。だからまああくまで走行中に確認するっていうよりも、やっぱり撮った映像をこう、後で、スマホで確認することができますよっていう感じで思っといた方がいいかもわかんないですね。あとはこいつね、こいつはもうあくまでもスマホホルダーという形で、使ってもらってっていう。だから、まあどうなのかな。もしこのカメラをリア、ね、バック、リアに向けてやって、後方確認のためにやるんだったら、僕はおすすめするのは前ご紹介した2カメの分。ね、あっちの方はほぼほぼ遅延がないような感じなんで、そっちの方がいいと思います。これはあくまでも、まあ、撮って、まあ、スマホで、スマホホルダーとして乗ってるときは使って、まあ、映像の確認するときに、まあ、スマホでピピってやれば、確認ができるというような感じです。はい。ということで、まあ、なんとなく、まあ、説明が下手くそでいつも申し訳ないんですけど、まあ、一応そんな感じのね、商品になってますんで、まあ、気になった方は、まあ、下の Amazon リンクの方、確認ね、商品の詳細は確認してみてください。はい。で、さっきっていうか、まあ、動画の中でも多分説明してると思うんですけど、メーカーのホームページを見てると、逆にこのワンカメの A4S っていうのが載ってなくて、P4 っていうやつ。これ、こっちはね、1080で撮ってるんですけど、その P4 ってやつは、同じようなこんなスマホをつかむ、スマホホルダーがついてて、前が1080。まあ、前っていうか、どっちにつけてもいいと思うんですけど、1個が1080で、もう1個が720。ね。っていう、ので撮れるものが載ってます。なので、まあ、2カメが欲しくて、こんなスマホホルダー型がいいよっていう方がいてたら、まあ、そっちの方買ってもいいのかなとは思うんですけどね。これ、Amazon とかで売ってんのかな？もしかしたらね、これ、日本仕様になってるのが、この、
型番なのかもわかんないです。A4S っていう、ね、もう完全に型番がね、M4S とかになってるんでね、ちょっと違うかもわかんないね。はい。まあ、とりあえず、そういうことで、まあ、簡単につけれるんで、なんていうか、自転車とかで、まあ、ずっとつけてるのは嫌だけど、とりあえず、なんか取りたい時だけつけるとか、まあ、必要な時だけつけるとかいうのには向いてるんじゃないかなと思いますね。バイクでもずっとつけてもいいだろうけど、まあ、どうなんだろう。まあ、取り外しが素早くできるっていうのが、まあ、売りの一つでもあるんでね。まあ、もう、簡単ですよ。前のに比べたら、僕のね、前のやつに。と思いました。はい。ということで、まあ、参考になったかどうかわかりませんけど、気になる方は、まあ、チェックしてみてくださいね。はい。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。